おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今回はフォールアウトシェルターオンライン、こちらのねゲームの実況プレイしていきたいと思います。今回何をやっていくかといったらですね、初心者の方向けに、まず序盤始めたばっかりの時に何をやっていったらいいかっていうお話をさせていただきます。始めたばっかりの方とかね、これから始めようって思ってる方はぜひぜひ参考にしていただけたらなと思います。さあ、このゲームなんですけれども、何をやっていくゲームかと言いますと、冒険をしながらね、いろいろアイテムを集めながら、シェルターを充実させていくということが目的のゲームになります。すごいね、多分男心をくすぐるゲームですので、一度やってみると多くの方ハマるんじゃないかななんて思います。フォールアウトね、知らない方でもとても楽しめるようになっておりますので、ぜひぜひ、ダウンロードしてみてください。で、このゲームなんですけれども、まずね、何をやったらいいか、やることすごい多くて、いろいろ悩ましいところではあるんですけれども、基本的にはですね、こちらミッションを達成していくことが一番になります。ミッションにね、いろいろこれをやってくれ、あれをやってくれっていう、指令が出てますので、その指令に沿って一つ一つクリアしていくものとなります。さらにですね、この施設を建てたり、冒険に行ったりするとアイテムがもらえます。そのアイテムをね、ミッションでクリアしたアイテムをもらうことで、さらに施設強化をするためのね、例えば電力だとか、そういうものが手に入りますので、まずは優先的にミッションをこなしていきましょう。で、ストーリーをねクリアすること、ここにストーリーがあるんですけど、このミッションがね、ストーリー、デイリー、派閥っていう3つのミッションがあるんですが、ストーリーミッションをクリアすることで資源が大量に獲得できます。ただその際にですね、資源の上限が決まってまして、持てる上限が決まってまして、その上限以上をね、保存することができないので、結構初めの方はオーバーするかなと思うんですけれども、オーバー最後の方になると絶対すぐ足りなくなりますので、オーバーするときはちゃんと使ってから、手に入れるようにしましょう。これすごい大切なことです。はい。で、施設を建築したりレベルアップをすることによってですね、すぐにいろんなアイテムが手に入るようになります。手に入るものが大きくなったり、例えばね、これ大型発電機レベル5ってなってるんですが、施設もですね、いろいろ種類があって、発電機だとか、レストランだとかね、やってる方はご存知だと思うんですけれども、それを全て同じレベルにして横に3つ並べることで、合体します。で、小型から中型、3つ並べると大型っていうことで、大きく、より大きくなっていきますね。で、大きくなることによってより性能も上がります。なんで、早めにも合体させちゃいましょう。で、各施設にはこの加速ってボタンがあってですね、この加速を押すことで、毎日6時にリセットされるんですけれども、残りの回数、1日3回のみですが、スピードを上げてね、すぐに電力だとか、あとは食料だとかを手に入れることができるようになっております。なので、これちゃんと忘れずにちゃんと加速するようにしましょう。これ加速するもしないも、しなかったらしなかったで別にそのまま終わっちゃうので、1日3回できるので、ちゃんとね、1つの施設あたり1日3回できるので、ちゃんとやるようにしましょう。で、たまにこうやって故障するので、故障するときはこうやってちゃんと修理してね、修理したら、加速した分よりは少ないんですけれども、ちゃんとその分もらえますので、やり逃しがないようにだけお願いいたします。その中でもね、優先的に強化していかなければならないのが、この監督官オフィスっていうところですね。この監督官オフィス、要するに司令部みたいなもんなんですけれども、ここを、優先的に上限、レベルアップさせていきましょう。ここでですね、アップグレードっていうものを押すと、今この施設をアップグレードするのに何が足りないのかっていうものが一目でわかるようになっております。この赤くなってるものが足りないところですね。復興度、レストラン、キャップ、回収場、それぞれがレベル5にならないといけないと。じゃあ優先的にそこを上げていくといったような形になります。で、例えばこのミッションとかでね、今は出てなくても、後々、例えば電力のところをレベル5にしてくださいとかっていうものが出てきます。その時にすでにレベルが到達していると、もうその時点でアイテム、もらえますので、特に気にせずにね、今ミッションに出てることを気にせずに、ミッション優先でやっていけばいいんですけれども、ミッションにね、必ずしも従わなくても、後でちゃんと報酬もらえますので、あまり心配せずにやっていったらいいかなと思います。はい。あとはですね、やっていくことは、この一番左のところに、6つ項目があるんですが、下から3つ目ね、この人間とギアのマークがあるところ、ここを押すと、今いる居住者が一覧で見れます。で、その居住者をこうやってね、ドラッグで
場所を移動することができます。で、訓練室と射撃場っていうところがあるんですが、この訓練室射撃場は何かを生産するところではなくて、この居住者のレベルを上げることができます。居住者のレベルを上げる訓練室と居住者の能力を上げる射撃場ですね。で、ここに持って行ってですね、ちゃんと上げるようにしましょう。はい、結構めんどくさがって上げてないとすぐにダメになってしまいますので、ちゃんとこうやってね、高速治療を上げてレベルアップして、このレベルアップを怠っていると本当に戦いの場所でね、全然勝てなくなってしまいますので、ちゃんとレベル上げるようにしましょう。で、訓練室で使うものは食料、射撃場で使うものは水になっております。もちろんね、レベルが高くなれば高くなるほど、次のレベルまでに必要な食料というものは大きくなってしまいますので、結構しんどくなってくるんですけれども、まあ、それでもね、上げないわけにはいかないので、ちゃんと訓練室、射撃場っていうところを活用して、まあ戦闘するキャラクターだけでいいかな。まずはこの戦闘をするキャラクター、ボルトの扉にね、配置されている冒険に行くキャラクターのみの、レベルアップを優先的にやっていきましょう。もちろんね、余裕があったら、ボルトの中にいる、キャラクターのレベルアップをするのもいいんですけれども、まずは優先的にはですね、火力がある選手、選手じゃないね火力があるキャラクターの、性能上げで、もう一つがですね、このゲームで一番枯渇しやすいものというか、一番枯渇して困るものが電力になります。すべてのね、施設のレベルアップに電力を使うんですが、電力を特別上げられるキャラクターたちがいます。例えばね、こいつとかね、ゴードンだったら、よいしょ、このね、こちらニュークリアーフィシシスト、サイコシスト、わかんない、ちょっと読めない、があるんですけれども、これ電力の生産量をね、増やす仕事をさせると、より生産量を増やしてくれるっていう特徴になります。なんでゴードン、クラウド、シモーヌかな、ゴードン、クラウド、シモーヌに関しては優先的に、レベルを上げたりですとか、あとは、道具を上げましょう。このね、道具を強化するときも、この、この下から2番目ですね、この書類っぽいマークのところでキャラ一覧が見れますので、そのキャラ一覧のところから、この道具のところに行くとですね、道具のレベルアップができます。道具のレベルアップをすると、電力の生産量とか、それぞれのね、生産量っていうものが上昇していきますので、ちゃんとこのレベルアップもサボらずにやるようにしましょう。この装備のレベルアップと道具のレベルアップっていう2パターンがあるんですが、装備のレベルアップと道具のレベルアップで使うものは基本的には別の素材を使います。なので気にせずにね、装備のレベルアップをしていただけたらなと思います。あとはこの居住者情報の中で、例えば私のこのスタージェスのところ、この下のね、緑色の場所が20分の25になってると思うんですが、これが、分母、分子が超えるとですね、一つ星を増やすことができます。ランクアップですね。なんでこれがあるキャラクターはもうちゃんとランクアップさせていきましょう。はい、これ気づかないとね、そのまま普通に終わってっちゃうので、パパッと、さらっと見てね、で、ランクアップできるなっていうキャラクターはすぐにランクアップするようにしましょう。特にね、ランクアップできるものを他のところに取っておいたからといって活用することは別にないので、さっさとランクアップさせてしまうことをお勧めします。はい、ってことでですね、以上が、このゲーム、まずベースでやっていくことですね。悩まずにミッションクリアしていけばいいんですけれども、やっていく中でですね、結構ミッションをクリアするのが、しんどくなるかなとも思います。っていうのも、結構ね、ミッション、しんどいミッションというか、難しいミッションが多くなってくるんですよね。数筋縄ではクリアできないものが増えてきます。なので、そうなったらですね、その時は、装備のレベルを見直してみたりだとか、キャラクターのレベルを見直してみたりだとかしてね、強くしていくことが大切なんですけれども、まずはミッション進められるところまで進めて、例えばストーリーがね、詰まったら、派閥の方に行ってもいいですし、派閥のミッションの方がね、楽な時ももちろんあります。ストーリーのミッションと派閥のミッションでどっちが楽かとかって、その時によるんですけれども、結構その片方のミッション、レベル的にしんどくなっても、もう片方のミッションはクリアできたりするので、クリアできるところからね、クリアしていくと、その都度少しずつ強くなっていきますので、おすすめです。はい、なんでそんな感じでね、序盤進めていただけたらなと思います。リセマラするとかも大切ではあるんですけれども、結構このゲームね、リセマラ大変なんですよね。なので個人的にはリセマラあまりおすすめしないです。コツコツやっていく方がいいかなと思いますので、ぜひぜひね、参考にしていただけたらなと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。チャンネル登録、高評価お願いいたします。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。